仏教でいう悟りとは脳科学的にはどういう状態ですか。仏教でいう悟りの境地っていうのは脳科学で言えばどういう状態かですね。実はですね、これは結構重要な質問で、悟りというのは物事が正しく見ることができるようになった状態なんですね。だからヨガ的に言えば心が独存意ですから、皆さんが自分の心っていうのを自分ではないと明瞭に自覚した状態、真我が自分自身、すなわち単に見てる存在としての自分自身を明瞭に自覚している状態ですね。だからこうやって生活をしててもですね、心や体からある意味では切り離されていて、それを客観的に見ている状態、心や体は私ではなく単にそれを見ているものが私であるというような状態ですね。その結果心が止まっている状態、これが悟りの状態だということになります。またこの世界の認識としては空の認識ですね。またこれは無我ということもできます。皆さんが見ている現実っていうのは実体がない、それは夢幻のようなものだという明瞭な認識ですね。それはどうでしょうか。いや、目を見開けば確かに現実を我々は見ていてって感じられるかもしれませんが、ブッダは昼の現実も夜の夢と同じように幻影なのだと、夜の夢と同じようにイマジネーションのようなものなんだ、実際に存在しているものとは一致しないのっていうこと。人の世界の感じ方は世界の実際のあり方と大きく違う。我々の五感や言葉による思考が捉える現実っていうものは我々の脳、これが生み出す一つのイマジネーションのようなものである、そういった認識です。それが目を開けて普通に生活してても強くはっきりと理解されている状態ということだと思います。これが悟りの状態です。ただ最近脳科学のね、講義をしてお坊さんとかがワンネス体験ですね、ワンネス体験、つまり宇宙と一体になったっていう状態、これをですね悟りの体験というふうに解釈する人もいるんです。ただこれはどうかなって思うんですね。宇宙と一体になったっていう状態も、宇宙と一体じゃなくて自分と他人が分かれている状態も、それは両方ともですね、まあある意味ではその脳がしている体験であって、それは神秘体験であっても、それ自体が悟りかどうかっていうのはまた別の問題です。脳科学的に言うとこの頭頂にある頭頂葉ってところの機能が低下するとですね、自分と他人、自分と外界を区別する構図が崩れてしまってワンネス体験をするというふうに言われています。チベットのお坊さんとかですね、ワンネス体験をやってる時にですね、その脳電圧とかをこうやって測るとですね、頭頂葉の機能が低下してるわけです。そしてそのお坊さんがですね、思考、これが弱まって無思考の状態になるとですね、この前頭葉の機能、これが低下しているわけです。つまり思考は前頭葉だなと、そして自分と他人を区別してその認識する、ね、自分とその外界という空間認識ですね、これは頭頂葉が司っているというのが分かっています。よって前頭葉や頭頂葉の機能が低下してくると思考が停止したり、自分と他人の区別がなくなってワンネス体験したりするわけです。しかしそれは一時的なその体験で、通常ではない意識ではあるけれども、しかし脳が感じさせていることに、感じさせているものだということにおいては違いがないんですね。思考が回っているときは前頭葉が働いていて、で皆さん思考をこれを経験していると、そして頭頂葉、これが働いている時には自分と外界という明確な空間認識があって、それでまあいろんなことをやっていると。しかし頭頂葉が働かなくなるとそれがなくなってごちゃ混ぜになるっていうことです。でこれは要するにその宇宙意識というか、その全てが一体だというその体験をしてるんであって、一時的なものであって一種の神秘体験であって、それ自体が悟りじゃない。それが終わった後にですね、それが終わった後に
それでもなおかつそういった万物と一体だっていう認識が残ってるかどうか、続くかどうか非常に重要だっていう。例えばワンネス体験とかやってスピリチュアルエゴに陥る人は、私はすごい体験をした、宇宙と一体となった、神と合一したんだっていうエゴが生じてしまうわけです。そうするとその人は悟ってない。なぜかっていうと、その人には感謝と他者との一体感がないわけですね。自分が悟ったっていうんじゃなくて、みんなのおかげで自分のところにこの体験が生じたっていう正しい認識、これが悟りのはずですが、それがないっていうことですね。自分の言葉による思考、五感によって捉えた現実、自分と他人が別だっていう錯覚、これが続いてるわけですが、自分がこのすごい体験をしたんだっていうスピリチュアルエゴ、慢心があるってことは、その神秘体験はしたんだけど悟ってはないっていうことになるね。ここは非常に重要で、だから悟りというのは、私の解釈では、何か神秘体験を一時的にすることじゃなくて、神秘体験じゃない通常の体験の中で深く道理を悟ってる状態だっていうことになる。ここは難しいんですね。簡単に言うと、ワンネス体験、宇宙意識といったものなんですね。体験をすることはそれほど難しくないというか、体質によってはよく起こる人がいるが、しかし日常的に自他の区別を超えた悟りの境地に至ることは、それよりも多くの場合はるかに難しいことだっていうことですね。つまりブッダはいつもそのワンネス体験をした、なんか行っちゃった人なんじゃなくって、ワンネス体験がない普通の意識状態で、でなおかつ世界の道理として深い感謝や分かち合いの心にをもたらすような認識ができていたっていうふうに言ったらいいですかね。そういったところだと思います。で、普通ですね、そういった宗教体験、瞑想体験、神秘体験というのは、その心理学的に、脳科学的には変性意識っていうでしょ。変性意識、これはなんか重要な言葉ですね。神秘体験とか宗教体験とか言うと、それはすごいものに聞こえるじゃないですか。変性意識っていうと、通常の意識とは変わっちゃった意識って意味ですよね。それは確かにそれでいいのかもしれない。思考がない状態とか自他の区別がない状態とか言っても、それは前頭葉とか頭頂葉とかが何かの表紙ですね。働かなくなった結果出ている普通とは違った異常な意識状態ってですね。だから変性意識と言ってもいいかもしれません。でもそれはですね、悟りを得る上ではそれは助けにはなるんですよ。前頭葉や頭頂葉が働いてるから思考とか自他の区別があるんで、前頭葉とか頭頂葉が止まってきたら、この世界に自他の区別とか思考とかそういったものを感じなくなるんだってことは、思考、そして自他の区別という、そういった意識ですね、それを相対化できるじゃないですか。もうとにかく絶えず自分と他人が別で、それに基づいた思考しか働いてない、自我の思考しか働いてない、そういった経験しかしてない人っていうのは、その世界が全てと思っちゃいますけど、そうやって前頭葉や頭頂葉が何らかの瞑想テクニックによって機能低下して、で無思考の状態を経験するとか、それから自他の区別のないその一体感の世界を体験するとかすれば、そういった世界もあるんだなってことで、自分と他人を区別する思考と意識の日常が全てではない、絶対ではない、そういった体験の脳のなす体験の一つだっていう感じで相対化できるんですね。で、そういった意味では神秘体験というのは重要ですが、にもかかわらず神秘体験したのに、今度神秘体験の方をですね、絶対化して、私は絶対体験をしたんだってことで、日常意識は自他の区別が変わらないと、慢心が変わらないっていうんではちょっとおかしいじゃないかということですね。だから日常の体験とは別の変性意識体験というのによって、日常体験を相対化するっていうのが重要だっていうことになりますね。両方とも体験であって、で日常の体験だけが絶対じゃないんだと。日常の体験、それは言葉による思考や五感によって自他を明確に、過剰に区別している状態ですね。で、変性意識の状態はそれが静まった状態ですね。で、これによって日常の体験、自我意識を相対化するってことが重要だと思います。相対化するまでに留めておけばいいんですが、神秘体験、変性意識の体験を絶対化して、それを神秘体験だとか、その神との合一の体験だとか絶対化するとですね、これもまたおかしいってことになります。
そういった体験は全て一時的なものであって、脳のあるモードを体験してるだけであって、そのモードのうちの何か一つが絶対の体験なんじゃないんだと、まあ、そういうぐらいに思っておくといいのかなってですね。でいうことだから、我々は悟りっていうものはですね、単純に脳神経学的に一時的に経験する変性意識状態とか神秘体験、これをすれば得られたっていうことはできないのだと、もうちょっと深い安定的な奥深いものなんだっていうふうに考える必要があると思います。以前から紹介しているその前野隆という慶応大学の先生もですね、その脳神経学的認知学的に悟りの脳状態と、それから神秘体験、宇宙意識やワンネス体験の脳状態は違うんだと明確に言っています。仏教を研究したりしてですね、ところがまあ非常に重要なとこかなと思います。